はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年5月の4日19時21分です。よろしくお願いします。おー、ノンラブ、ただいま。いいじゃん、今のサムネ可愛いよ。ん、カランカラン、なんだカランカランって。はい、菩薩さんいらっしゃい、ワドツー、よろしく。これがラスワークかな、今日は。はい、ワドツー、タモジさんいらっしゃい。よろしく。はい、その時が来るまでさんいらっしゃい。さっきの枠人が多かったんだろう。全然意味が分かんなかったな。はい、こんばんは。外だから、外だから、うん、なんだろう、外だから。地球人クソカスカオスさん、こんにちは。僕は今、ここはですね、地球で、西新宿で2018年5月の4日の19時15分なんですね。で、僕今枠をやってるんですけど、外だから、僕は32歳です。外だから。視力は乱視で目が悪いです。外だから。外。はて。さあ、どういうことでしょう。なんですか？なんでしょう。あ、人数が多かった理由ね。ありがとうございます。ようやくわかりました。外だからか。
曜日みたいに人がいっぱいいた。はいはい、おかえり。そもそも地球人だっけ、カオスの小手半、地球人クソカスカオスになってるよ、うん、外配信と同じカメラで、ね、今までのカメラだと手広げた時映んなかったはずなんだよ。この辺まで切られてたはずなの。ほら、横幅だいぶ広いでしょ。ちょっと今角度の問題で手広げても、ほら、これ1m80、この距離で拾ってるの。だからこれ相当すごいね。あ、そう、ワイドになってたんだよね。画質もね、 4K まで撮れるんだけど、多分ね、あのね、じゃあソファー3つ映ってなかったはずの。ソファー1個半だったのよ。だからね、あの、かなり広くなってんの。ソファー3つ映ってなかったでしょ、前のカメラ。こっちのカメラだと。繋いでみようか。繋いだらすぐ分かると思うんだけど。よいしょ、よいしょ、待ってね。隣に。設置してみようか。うん、届いた日比較配信やったからね。カメラ、映像キャプチャーデバイス、無料じゃなくて、これか。こっちの方が今までの角度だったの。わかるでしょ。これだけ全然違うでしょ。で、比較しないとわかんないんだよね。わかる。全然違うでしょ。だからこれね、多分ね、リスナーさんには伝わんないだろうなとは俺も思ったの。多分カメラいじってる人じゃないとなかなかわかんないよなとは思ったけど、やってる配信者からすると全然画期的だよ、これは。こんだけ差があるから、
明かりはね関係ない、明かりはあんま関係ない。これってあの定点カメラの時にこんだけ違う。色合いはね調整俺がかけてるからあれなんだけど、色合いも変えてみようか。色合いにあのすごいよ、やっぱプロ用というか多分ホワイトバランスが弱いんだろうな。これで色味が似たはずなんだけど、縦幅と縦のこの膝が見えてるっていう上の幅と横の幅が全然違う。壁の映り方とか、そう。これがそのカメラの違いだね。全く同じところから撮ってこれくらい違うから、これはでかいですね。こっち側が75度この角度が、でこっち側が90度。簡単に言うと壁の90度、一番壁に置いたら全部映るの。それくらい違う。微妙な差なんだけどね、配信者にとっては取りこぼしがないっていうの。格闘技の定点カメラ配信とか取りこぼしがなくてすごいいいね。なんでワイドの方がいいかっていうと、フレーム、リングとかで撮ると、リングって正方形じゃん。だから、あの、格闘技配信とか、コーナーサイドに置いても、実はコーナーに隠れてたはずの、前。わかる？言ってる意味わかる？コーナーに隠れてたの、映像が。だけど、定点カメラをやったとしても、今回のカメラで撮ると、なんて言ったらいいのかな？ちょっと待ってね。あの45度だから、簡単に言うと部屋、四角い部屋だったら全部映るんだよね、リングとか。それが圧倒的にでかいかな。画角が広ければ広いほど俺らはありがたい。あれでも本当に誤差だよ、これは。誤差っていうかね、多分伝わらないなとは思ってた。リスナーさんは分かんないって言うだろうなっていう前提だったよ、俺らは。はい、ただいま。いいカメラだね、これは。かなりいいカメラだ。比べると分かるね。ソフトは OBS だね、俺は。
携帯配信しかないけど、ワイドレンズは常に入れたい。カメラはだからジョブズがこの幅で自分が撮れるっていう手の長さで設計してるよね多分。手が伸びきったところで自分がアップで映るっていう設計にしてるようにしか思えねえな。それでもやっぱインカメラはなんだろう、インカメはねあれだと思うけど、だいぶ性能は高い方だと思うけど、カメラの性能だけじゃなくてソフトウェアが優秀なんだろうな多分。このポスター間違えてない？今気づいたんだけどさ、あれキャプレネ、くそ、あーまたキャプレネのか。外配信するとなんか最近キャプレない病が出てくるんだよな。なんだろうこれ、なんかテルチャンピンかっこツイキャスになってるし、俺ニコ生になってるんだけど、あこれわざとやってんのか、あこれわざとやってんだ。ニコ生勢からも来てるよ、ツイキャス勢からも来てるよってわざとやってんだ。間違いじゃねえのか。だって桃七がニコ生になってるもん。わざとやってるわ。わお。花火ありがとう。菩薩さんありがとう。わざとだな、これ。完全に。菩薩さんいつもありがとね。ありがとう、匿名さん花火ありがとう、ありがとうございます。いいね、テンション上がらない。いいねいいね、やっぱこれでこれがふわっちだよね。いいね、
いや、どうしたのかと思ったよ、昼間は。ありがとう、盛り上げてくれて。これこれ。これがふわっちだよ。世界よ、これがふわっちだ。何にもない32歳のおっさんが貢いでもらえる。世界よ、これがふわっちだ。名前、和道だね。うん。まあ、みんな和道って呼んでるし、俺も和道って言ってるけど。何でもいいよ。何でもいいよ。意味が伝わりゃいいんだから。でもね、フランス人のリスナーさんはビードーっつってたよ。なんかすげえ、ビードーみたいな。ビードーみたいな。すげえかっこいい言い方で言う。ビードーさんはみたいな。ルシータだっけな。なんかフランスかどっかのリスナーさんとスカイプした時はビードーさんって言われてた。バドーさんだっけな？バドーさんかな？バドーさんだ。ビドーさんじゃない。バドーさんだ。バドーさんって。みたいな。なんか和の発音がそうらしいね。フランスいたんだ。花火ありがとう。どうも、バドーです。バドーです。すげえかっこいい言い方だった。うん、ありがとう。花火ありがとう。いや、なんかね、和の WA の発音がバみたいな、バドみたいな、なんか特殊な、なんか発音だったよ。あざまーす。ありがとうございます。来た来た。やっぱこれがふわっちですよ。え、28発だよね。これがふわっちですよ。1928発ですよ、あと。天下取ろう。あざまーす。結構違うよね、アルファベットの読み方ね。パリス、あ、パリ、あ、そうだね。確かに言われてみたら。パリス・ヒルトンのパリスってあのパリでしょ？多分同じだよね。多分そういうことだよね。だいぶ、だいぶ、弾丸塾増えてるな。1、2、え？なんでこんな暴れてんの？なんかした？うん。弾丸塾、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37名。あ、もうすぐ100人いくね。弾丸塾絶好調じゃん、企画。香川さんも参加すんの？本当に？香川さん名前登録されてなかったな。香川さん多分登録してないと思うよ。書いてないもん、公式の方に。37、トム池いいな。増え方早いね。いや、それだけ期待値が高いってことでしょ。批判もたった1日のリリースであんだけ噛みつかれたってことはさ、うん、そういうことでしょ。すげえな、1、2、便所太郎、小島グランプリ、荒野ひどんな、野田ゾーリ。3倍目光る、柏木が熱いな。ねるほなちゃん、キヨスク。キヨスクさんも出んだ。ワン太郎いるじゃん。ワン太郎、モンちゃん、ハニー大木。聞いたことあんの？ハニー大木って。ココア様も出んだ。 AV 女優も参戦。うん、あとはトム・ソーヤ、池上か。なかなかなメンツだな、これ。これすごいね。
これはすごいわ。みどりさんも参加すんの？みどりさんも参加すんの？えぐくない？ちょっと。みどりさんが参加するっつったらニコ生勢もドカッと来そうじゃない？なんか。ちょ、見てみようか。本当に？つうかそもそもさ、ダンカン塾か。つうかそもそもさ、ダンカンって、ダンカンって、ダンカンっていうさ、B 級芸人を起用するあたりがなんかそのね、それがもうちょっと上のさ、ダンカンだったって。いや、そうだね。たけしのさ、一番弟子でしょ、確か。詳しいね。詳しいな。だって、レギュラー持ってるもん。ダンカンさんって一番弟子か？ダンカンさんって一番弟子？違うでしょ？東国原でしょ？ね、違うの？ダンカンさんのレギュラー番組って誰？東国原だよね、確か。それが急に、な、YouTube か何かでニコ生配信者集めて、なんか塾を開いていくっていうけど、教わるもんって何？あ、いや、一番東、そのまんま東ってコメントで書いてあるわ。じゃあ、ねえ、ダンカンから教わるものってあります？構成作家の俺、映画は好きなの。ダンカンのね、唯一す面白いと思ったのは映画。めちゃめちゃ詳しい。ダンカンの映画は面白かった。めちゃめちゃ詳しい。今の記憶にあるもん。どの映画かちょっと忘れちゃったけど。いや、映画一本作った映画一本しか作ってないから、どの映画とかないから。映画だけは評価するわ、うん、面白かったから、うん、めちゃめちゃファンじゃねえかよ。ガダルカナルカの棚の見てたね、これね。なくなった。いや、香川さんの放送見てたんだと思う。津波事件なくなった。俺の方じゃないと思うよ、多分ね。香川さんの1000人行った方だと思う。みどりさんは結構チェックするの有名だよ。ゆいがさんとみどりさん有名。 うるせえな、バホバホ。昔ね、百花繚乱とあのビッグウェーブのモヒカングラサン野郎と僕で CM の仕事があったけどね、ビッグウェーブなんとかっていう人の演技が悪いということで亡くなりました。でもさ、ダンカン塾さ、まあいろんなのだと別に俺ね否定はしないんだよ、うん、だって香川がさやたら食ってかかってるじゃん、嫉妬して見てる。香川さんだ。そもそも言うけどめちゃめちゃ見てるね。香川さんの方だ、当たりな。あ、言ったろ絶対俺の方じゃないと思った。香川さんの方で知ったんだ。ひどひなあれ香川はね、もともともう雑魚なんだって。めちゃめちゃ見てるな。口出す必要ないじゃん。お前が一番便乗してんじゃん、いつも放送で。めちゃめちゃ見てる。だから誰が何に便乗しようが自由だと思うのね。わかりやすいな。一番の答えはな、興味がなかったら見ることもしなきゃいいし、参加もしなきゃいいだって話でそこで終了なの。っていうことは、本人が今やってるってことは参加表明ってことだよね。見ることもしなきゃ、話題に出さなければいいって言って本人が話題にしてるってことは、これ出るってことだよね。ところがね、ティロフィナーレなんとかさんは、うん、な、羨ましいのか嫉妬してるのか知らんけど、お前もじゃ、ね、俺たちの配信会に来るなって、おめえはとっくに配信会から逃げて。これは参加表明です、ね、あのバーのさ店長やってんじゃん。どうなるんだろう、出るのかな。リスナーは出ろっつってんの。プロっつうかただの便乗でしょあれって。なんか配信者にやたら喧嘩売るスタイルで、誰かが絡んできたらもうね、それをネタにして熱さんが絡んできて、なんとかね、あのやろうという考えなんだよ。みどりさん来たら盛り上がるだろうな。みどりさん来たら暗黒喜ぶ。暗黒的にはどうなの。その本人が思ったんだから参加したってこと。暗黒リスナーいる、この中にいるわけねえか。それだけの話でいいと思うよ俺は。暗黒的には出たいのかな、どうなんだろう。ネタがないんだからね、参加したっていいじゃん別に。そこで新しい何か発見が やらなきゃ分かんないよ、とりあえず。あ、意外と肯定的じゃん。やってね、チャレンジすることは多い、結構だと思うよ。あれ意外といろんな企画とかさ、いろんなことにね。あれそれがね、当たるか外れるか分からんか、誰も分からんわけよ。あれ意外とノリノリじゃない、何の話か分からん。芸能人のダンカンっていう人と、ある北郷っていうね、なんか人、ある北郷って確かたけしの一番弟子だったかな。めちゃめちゃ詳しいな。
なんかめちゃめちゃ詳しいな。その人が一緒になんか、ね、その人のチャンネルかな、ダンカン塾という塾を始めて、めちゃめちゃチェックしてる。で生ちょっと知らない体で喋ってて、あんまり知らないよっていう体で喋ってるけど、めちゃめちゃ調べまくってるじゃんやる気満々でしょこれ。これ俺、みどりさんが来たらダンカンさんとみどりさんの食い合わせなんて神回すぎるでしょ。だってもうさ、無茶ぶりする人なんかいないんだよ、みどりさんに。もう大御所になっちゃったから。でも本来みどりさんはいじられてなんぼなポジションだったわけじゃん。でダンカンさんがみどりさんいじり倒すなんて優勝候補でしょこれ。暗黒リスナー大歓喜じゃないの、違うの、絶対面白いでしょ。ダンカン塾にの、ね、塾生来いっていう企画をやって、おうんでね、ね、見たいよね。超有名な生主たちがこぞって集まってきたという話。へえ、結構詳しいね。超有名な生主のみんなもご存知の便所太郎さんだとかめちゃめちゃ、あとね、コナちゃんだとかめちゃめちゃチェックしてる。ネルさんとか野田さん、野田総理とかあとモンちゃんとかなんかね、俺より詳しいんじゃないのこれ。有名な生主たちがみんな参加する。すげえな、興味津々じゃねえかよ。俺ちょっと迷ってる。迷ってんかい。面白そうだったら参加するし、なんか、うん、ネタがないしな、まあ、参加してネタ作ってもいいかなと思ってこれ来るな、多分これ来るな、みどりさん。うわー、神回だろうこれ。迷うな、行けって言ってるね、うん、バター健太郎の話は触れちゃダメです。そうです、それやめてください。それはダメです。これ、マジ言うとガチ切れするわけだ。はい、それはダメなやつです。ダンカンの目の前でバター健太郎とあとね、神回だよね。だってさ、これどういうことかって言ったらさ、下手したらさ、超雑魚生主とみどりさんが同じ座組で出るんだよ。超笑うっしょ。こうやとみどりさんが同じ座組でバトルするんだよ。そうだよね、出ないときはっきり出ないっていう人だから興味持ってるよね。これネルさんとこうみどりさんとかだったらわかるけど、海宝とみどりさんっていう座組なんだよ。便所さんとかも同じ座組なんだよ、全員。すごくない？大手ナムの人、仮想ナムの人が並ぶ可能性があるんだぜ。超面白くなると思うよ。お前その場で結婚しろと言って、あ、これはもう宣伝、ね、宣言の意義だよね。結婚させた話と正式参加なのかな。サル岩石の真似をしろと言って日本一周させたっていう話もタブーです。出たいよ、出たいのかな、ね、これ書いてあったもん、なんかまとめで書いてあったけど、なんかね、放火された家があるとその前でピースを映るのが生きがいって書いてあった生きがいって。俺より詳しいな、ダンカンさんのことについて。まあ世代だからな、うん、ダンカン、俺ダンカン別に嫌いじゃないよ、うん、あ、好きなんだね。出るっぽいな、なんか出るっぽくない？どう思う、みんな、どう思う、みどりさんが出ると思う、これどうなの、これさ、暗黒リスナー的にはどうなの、出るのかな、うん、出る。でもなんか今までの傾向を考えると、このパターンでなんかこういやいや出る手みたいな感じだよねまあネルさんも出るし、全然メンツ的には不足ないからな、出そうな気はするよね。
あ、そう、出る流れ。俺もなんか、あれ？みたいな。意外と食いついてるみたいな。でも、これ多分出るって言ったらだよ。多分なんだけど、香川さん、ブチギレると思わない？香川さん、もう熱冷めてるか。よっさんとか、ゆいがさんが批判すげえヒートアップしそうなんだけど。なんか、ゆいがさんとか、めちゃめちゃなんかディスってたから。リスナーが出ろ出ろ言うからって言って人のせいにして出るんだ。初コメさんいらっしゃい。どうなるんだろう。数合わせありがとう、アッコさん。アッコさん、いつもありがとう。数合わせじゃないじゃん。数ずれてるんだけど。ありがとう、アイテムありがとう。数合わせありがとういや、テレビで育ってきてる世代だからね。全然テレビ世代でしょ。全然テレビ世代でしょ。おい、おかえり。今からガン見する？はいはい。どうぞ。のりゆきさん来なさそうじゃない？のりゆきさんは俺は来なさそうっていうか、ねるさんは絶対来ないと思ってたんだけど。だからねるさん、あ、でも意外だよな。みどりさんも来ねえと思ってるし、ねるさんも来ないと思ってたんだけど、なんかもうわかんないね、こればっかりは。どうなるか。のりゆきさん来るか？あ、でも野田総理が来てるんだもんね。前回のその、たけしの。のりゆきさんありえんのかな？どうなんだろう。もう、こうなったらわかんねえな。めちゃくちゃ。もう誰が来てもおかしくない状況ではあると思うよ。俺は柏木もビビったし、どういう状況って感じだったもん。トム池はなんかすげえ面白そうだなと思ってるけど、トム池は本戦で見たいよね。野田ぞ強いよな。小島グランプリなんか持ってこいだもんな、これ。名だたるメンツだよね。
綺麗どころもいるしね。それこそツバニャンとか持ってこいなんじゃないの。ツバニャンとか柏木は最近復活してるんだよね。最近復活してニコ生をちょろちょろ、ふわっちもやってるっぽいんだよ柏木。だから俺としては柏木に活躍してもらいたいっつうか、柏木は一番取ってもらいたいね。個人的なファン心理で言ったらだよ、俺は柏木の面白さ知ってるし、あいつが本気出したらやばいのは分かってるから、柏木に持ってってもらいたいっつうか、柏木の一人勝ちになってもらいたいね俺は。それこそねえ、みどりさんと柏木が並ぶっていう座組なんかめちゃめちゃ面白いじゃん。そこでリベンジしたらかっこよくない？もう普通に柏木にか、なんつうの、五社部事件のねえ、もうへらった期間あると思うけど、もう関係なく暴れ回ってほしいね。あいつは面白いから。でそれこそふわっちでロハコ柏木みどり、あ、わかった、ロハコさんとみどりさんと柏木が並んで、もし本線通過したら俺が席数そこにする俺が裏方で席数そうやってセッティングするわ。そうしよう何にも説明しないでダンカンさんに、それはやるわ、俺がセッティングする3人とも本線通ったら、俺がありとあらゆるそのなんかこう不正行為も含めて、そう、もう座席変える、書き換えるそれよくない？ごしゃぶ再来でしょ。サメ沼さん出んのかな、結局どうなんだろう。いや、いろんな可能性があるからな、ここまで来ると面白い展開すぎて、面白いよ本当に、面白い、ワクワクすぎる展開でワクワクするわ。こんなに胸が熱くなる企画ねえよ。あとはニコナツイキャス勢が少ないのか。ツイキャス勢誰がいる？ほとんどいないよね。ニコ生とふわっちばっかりだね。ツイキャス体張るの向いてねえか。いないな、ほとんどふわっちだもんな。
アイアンコロワドツ。いらっしゃい。柔らかくなるね。あのね、皮厚みがね、沈むっていうのかな、こうペタンってなるの。あのこうペタってこう沈むんだよね。沈むってなんて言ったらいいんだろうな。ふっくらしてるのがね、硬くなるっつうか、うん、で光沢を帯びてくるの。柔らかくなって沈んで、こうなんつうんだろう、こう、うん、ピカピカしてくるっつうのかな。良くなるよ。皮はだからオイル塗らないとダメな。だから財布とかはね、手の油が染み込んでいくからいいんだけど、こういう風にこう皮が薄くなる。ピタッ、こうなんつうんだろう、こう沈むっていうか、で柔らかくなる。これもで黒ずんでくるっていうのかな。で光沢を帯びてくるの。こんな感じになる。くたっとなるっていうか、柔らかくなる。塗れば塗るほど、うん、赤はかっこいいね。やっぱそのくたくたになると、同じ皮なんだけど財布の方がこう沈みやすいかも。よく触るものほどね、よく触るものほど沈むね。ありがとうカッチン、ありがとう、サンキュー、パフェありがとう。うん、俺のおすすめはこれ、ミンクオイル、これがおすすめ。俺はね、浸透性が高い。定番の一つだけど、ミンクはおすすめだよ。タコライスね、もうね、いや、あのネタにすらならないぐらいまずかったよ。ほんとね、なんだろう、よく、ほんとに、なんでこれ売ろうと思ったのみたいな。これ売れると思ったのみたいな。すげえビビったもん。面白い人見つけた？うん。何面白い人って。何面白い人見つけたって。誰よ。
酢醤油は捨て頃のメインキャラクターだよ。公式キャラクターもう、なんだろ、1年ぐらい前から俺押してるわ、こいつ伸びるわっつって。遅いわ、アンテナの張り方遅いわ。むしろブーム去ったわ酢醤油。一周回ったかんね。閲覧伸びないのはキャラモノの宿命とモノマネ系の宿命だね。キャラモノは伸びないっていうの分かってるから、アメリカ人もそれで伸び悩んでた。っていうかアメリカ人がキャラモノだったのみんな忘れてるでしょ。最初片言の日本語でサングラス絶対外さないでってやってたじゃん。アメリカ人は成功だったんだよ、あのキャラモノ捨てたの。ずーっとキャラモノやってたよ、僕はとか言って。ニューヨークに住んでてとか言って片言の日本語ずっとやってたんだよ。だから酢醤油はキャラを捨てるタイミングを見失ったんでしょう、多分か、もしくは気づかなかったか、うん、キャラもの危ないっていうのニューキャラクターにね年1回変えるぐらいじゃないとダメだよ、キャラ増やしていかないと。だからね、素のままで勝負するのが一番強いと思う配信者は。うん、あの飽きるんだよ毎回同じキャラだから。だからキャラを磨くんじゃなくて自分を磨いた方が早いの。うん、あの目ん玉穴開いてんの。醤油キモい、うん、なんかねこれね、ネット全般に通用することなんだけど、賛否両論あった方が絶対いいの。あのね、アンチを作れっていうわけじゃなくて、賛否両論あるキャラクターの方がいいので。これ何を意味するかっていうと、賛否両論イコール知名度なんだよ。要はあの何か一つの表現が世に広まった時に、好きっていう人と嫌いっていう人に分かれるので、ネットの世界って嫌いな人がエゴサーチとかで目につきやすいじゃん。普通の世間一般なら嫌いな人は見えないんだけど、アイドルとか事務所が排除したりとか、そもそもお金払わないから。でもネットって面白くて、ピの方がこう来る可能性が高い。だからネットで賛否両論、賛も起こらないピも起こらないってことは 何もしてないのと一緒、世間から評価されてないっていう。だから俺ら配信者っていうのは賛否両論が巻き起こるような知名度を持たないといけないっていうのでいつもやってる。だからアンチが囲いを育てるとかじゃなくて、そもそもなんだけど、否定派が現れてない時点でファンが生まれてないってこと。愛はどつ、はいどうも、
歌うま選手権次やったら素醤油さん出てほしい。で恋愛するのに別に理由はなくない、あもんちゃんは実力あるよ、むしろあんまり評価されてないぐらいだと思ってて、もんちゃんは普通にトーク力っていうかね、綺麗な雑談やるね。クラシックスタイルっていうかもう正統派ってやつをやるね。あれはニコ生でも脈々と受け継がれてきたテンプレートのやり方だね。喋り方コメント返し主流だよあれが。今なくなったスタイルだけどね、あの雑談スタイルは。敵を一切作らない。俺はさ、いつも言ってるんだけどさ、俺のこと好きな人はいっぱいいるわけよ、スライムくん。女の人で。で、俺のこと一番好きな人が俺の隣にいる資格がある人だよって。のんちゃんが俺のこと一番好きだったから俺の隣にいるんだよ。わかる？うるせえバーガうるせえザコ。悔しかったら俺より稼いでみろよザコが。
ブロックです。やばいよ、ほんと病気でしょ、うん、うぜえやつブロック入れてくわ、もう、うん、構うのめんどくせえ、ほんとに。認知面って何？ご意見を。いや、女の人殴ったらダメでしょ。それ捕まるっしょ。暴力ダメでしょ。女の人殴ったらダメでしょ。酔っ払ってたなんか言い訳通用しないよ。普通なことだよ。ダメなもんはダメだよ。ね、意外だよね。うん、なんか子供でも分かることだからさ、女性を殴ってはいけませんっていうかね、暴力自体ダメ。相手が強かろうがなんだろうが、この社会っていうのは暴力を肯定してはいけない社会なんですよ。だから暴力振るう人間なんか全員豚箱行けばいいんだよ、うん、それは深夜庁に限らずでしょ。許されるわけないじゃん。反省すべきだよ。え、山本さんいたの？え、山本さんいなくなったって聞いたんだけど。
山本さん、何いなくなったとかバックレたとかそういう噂立ってなかった？どうなってんの？スピリタスってあれアルコールだからね、ただの 97% とか言ってるけど、ただのアルコールだから、あれはアルコールに香りをつけてるだけだから。出禁解除だったとか言ってた。何、山本さんって出禁っていうか経営者サイドじゃないの？全然よくわかんないわ。なんか店員がコロコロ変わりすぎててもうよくわかんない。インチキ大王さんで山本さんがオーナーなのか店員なのかもわかんないし、出資者なのか、どうしていいか俺はわかんないよね。コンサルとして雇われてんだ。そのコンサルを出禁にする会社ってよくわかんねえな。よくわかんないっつうか内紛劇が多すぎるよ。何かしらの問題を抱えてるのは抱えてるんだと思うけど、問題が多すぎる、いくらなんでも。多分ね、俺の予想なんだけど複数経営だと思うよ。複数経営、出資関係で揉めてるようにしか見えない。あれは従業員もコロ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 変わりすぎ、問題多いね。テキーラにスピリタスやばくないよ。スピリタスの方がやばいから。でも店員さんが注文し、っていうかね、酒飲ませたらダメだってやっちょは。分かっててやってんだもん。本人も飲みたくない人だから、飲みたくない人に飲ませる風潮嫌いなんだよね、酔っ払いとか。だし、飲んだらダメよ。でテキーラにスピリタスよりもスピリタスの方がやばい。捕まったどころかヒルナンデスのニュースになってた。
捕まってるどころの騒ぎじゃないよ。飲ませといて止める側になるのどうなんていう。いやっていうか本人もダメなんだよ、大人なんだから。本人も飲んだらダメなんだよ、断らないと。いやもうダメ、酒は絶対ダメ。あの人は だから酔っ払い嫌いだわ。酔っ払いが好きになれねえわ。もったいないよ。もうさ、あれだけ閲覧あるっていうのはさ、自覚持たないと。素人だって言い張るのはいいよ。だけど、もう、半分公人なわけでしょ？タレント業やってるわけでしょ？1万人、何万人のフォロワーがいるわけでしょ？ダメでしょ？ココアちゃんじゃないね。店員さんだね。大原誠二容疑者ちょっと考えないと。自称 YouTuber だから税金払ってないのもバレちゃったしさ。ん？何何？新宿歌舞伎町の飲食店で女性を殴ったとして自称 YouTuber の男が逮捕されました。自称 YouTuber ってこれ税金払ってなかったのバレバレだからね。男は強い酒を飲む動画をネットで配信していたということです、警視庁によりますと現行犯逮捕された自称 YouTuber の大原誠二容疑者は今朝早く歌舞伎町の飲食店で客の女性の顔を殴った疑いが持たれています。女性に怪我はありませんでした。大原容疑者は動画共有サイトなどで新やっちょと名乗っていて、当時は強い酒を飲む動画を配信していたということです。調べに対し大原容疑者は容疑を認め、酔っ払って覚えていないがそういった事実があれば申し訳ないなどと話しているということです。飲むなよもう。飲むなよ、飲ませるなよ。いや、おとなしい方だったっつうか、でもダメだよ。それでもダメでしょ。枠でやってから NG ワード打たれまくり。ああ、いやいや関係ないから、関係ないから。いやこれはねもうね配信がどうとかキャスバーがどうとかいう問題じゃない、NG ワードが普通にテレビに出てたね。っていうかもう別にいいでしょ、35歳なんだから。誰がどう考えても35歳若いよ、見た目は。見た目は若いよ。もういいでしょう。バカだよな。いやもうほんとバカはバカだねえだよ。バカはバカだね。
はい、ブロックです。はい、君もブロックです。おめでとう。言わせねえよ。はい、2人ともブロックです。残念でした。ブロックです。おめでとうございます。コメント欠かせません。書かせてたまるかバカ野郎。いらないから。閲覧くんじゃなくてね、ふわっちコメントビュアーだね。かけてる人はブロックじゃないです。はいはい、風船ありがとう。もうアイテムもくれないし、アンチコメントばっかり書いてるやつはもういらないから、ブロックです。ブロック、さよなら。1円の得にもならないんで。ブロックされたら配信自体見れないよ。うん。ブロックされたら配信自体見れない。別に見なくていいじゃん。アンチとか。邪魔なだけだから。もういい。俺は。かそっても別に構わない。もう花火くれる人だけいればいいから。イライラしながら配信やりたくないもん。はい、こんばんは。はいはい、ハートありがとう。ブロックされないと分かんないんだろうね。いや、もうめんどくさいんだもんだって。はい、ワードツだってさ、意味ある？あんなの相手にしててバカバカしいじゃん。
嵐だよね本当に。コメント書くなよって言ってんのにさ、いや黙って見てる分には構わないよ。もう花火投げねえんだったらおとなしく見てろって思わない？客層が悪くなるわ。ああいうのを許すとさ、結局さ、ブロックされるとおすすめ欄にも載らないっていうか、俺の放送全般見れないね。今タイムシフトも見れなくなってんじゃないかな。TS も見れないよね確か。だって俺別になんつうの、会ったこともない人に喧嘩売る理由がないわけじゃん。売られるだけじゃん俺からすると。そんなさ、会ったこともないのに慣れ慣れしいとかさ、上から物申されたらさ、いやだったら対価くれよって話じゃん。ただただその気持ちと時間の無駄はしたくないんだよね。で気持ちと時間って金じゃ買えないから心のストレスとか削れた部分っていうのはさ、金じゃ買えないんだよ。いらないもんはいらないよ。仕事でやってんだもん。リスナー同士がブロックしてたら和道さんにコメントしたら、うんと、アンコロがブロックしたリスナーっていうのは、ここに、アンコロだけがペコポコランドをブロックしたとするんだ。アンコロの方には表示されない。ただ、ここには表示される。俺にも表示される。言ってる意味わかる？リスナー同士がブロックってどういうこと？相手が誰なのかとか、なんか難しいよね、こういうの。リスナー同士がブロックしたら、和道さんにコメントし、どっちがコメントしたのか分かんないし、相手っていうのが誰なのか分かんないよ。ごめん、ごめん、本当にこういうの苦手なんだ。ブロックしたら、ブロックした本人が見えないだけなの。だから、俺がブロックしたら、相手が俺の放送に来れなくなる、配信者の場合はね。だから見たくないものはブロックするのが一番いいんだよ。ネットなんだから。アンコロが誰かをブロックしたらアンコロの方には表示されないよ。前画面のコメントは表示されてるのにコメ欄には表示されなかったから私が誰かにブロックされてると思う。そうだね、そういうこと、そういうこと、そう、こっち側に映ってる人がアンコロのことをブロックしてんの。その人がブロックをしてんの、アンコロのことを、俺がブロックした場合はこっちも映んない。だからいっちゃんとかはもうここにも乗らない。俺の放送に来れないから、そもそも物理的に、そういうこと。要は誰かがアンコロをブロックしたってことね。誰なんだろう。めんどくさいよ。だからフォローしてないからブロックしやすいよね。そもそもさ、ああいうバカみたいなコメント書くやつってフォローすらしてないから応援する気がまずないのよ。
ただの嵐だよ本当に。荒らすのが目的で来てるから、だから応援もしないアイテムも投げないってそういうことよ。あーもういっちゃんとなんとかってやつはあのブロックした、名前忘れた。俺がコメがだけじゃなくアイコンが不愉快なやつ、ああまあまあアイコン不愉快なやつは徐々になくブロックでいいと思うよ、うん、いや見たくないもんをもう防ぐにはこれしかないんだよ。もうバカに何言ってもこんだけ何回も何回も説明したわけじゃん。もう忠告何回もやってもやるってことはもう腐ってるんだよ本当に。話が聞けないんだよ、うん、いやめんどいね、うざいね、ほんと老害、ほんと老害。いやブロックされて当然だと思うよ、普通されるわ。だから人間関係とかだとさ嫌いなやつとかシカトしたら、シカトしたりさあの寄ってこないじゃんそもそも嫌いなやつって。でもああいうやつってさ自分の居場所作るためにさ余計嫌うことするでしょ、目立とう目立とうとして気を引こう気を引こうって、で余計嫌われるわけじゃん。いやもうブロックするしかないんだよ、悪いんだけど。もうだからね病気なんだよ病気、心の病なんだよ。もうしょうがない、見なきゃいいのにね、うん、いやあれはひどいな、病気だな本当に、うん、いや別にね俺ね仕事として受けようならいいよ、いや本当にあのアイテムくれるんだったらいくらでもやってあげるよ、いくらでも相手にしてあげる。ただいつも言ってるけど診療所じゃないし病院の先生じゃないからさ俺は、うん、いや考えない、うん、ああいうの寒いと思ってるから、あれは寒いでしょ、毎回寒いと思ってたから。何なんだろうね、
なんでマウンティングするんだろうね。猿かよっていう。なんでなの。なんか俺別に上だとも思ってないけど、上も下も思ってないけど、俺の方が上だって別に思ってて構わないよ。ただ本人にやめてくんないっていう、あの乗っかられると邪魔だよねっていう、うん、っていうかさ、そのマウンティングっていう行為ってもう礼儀のない人間の典型的で、親がどういう風にしつけたらそんなことになるのっていう感覚なのよ。それってさ、女の人が一番嫌う行為だし、男同士でもすげえ嫌う行為なんだよ。なんであれをやるんだろう。何なんだろう、本当に意味わかんない。上に立ちたがる女じゃないよ、女にやる男だよ、マウンティングを、うん、不快だよね、うん、まあ病気なんだろうな。ハートありがとう。もうさ、この田村っていうやつもさ、よくうちに来てアンチコメント書いてんだけど、あーキャプレないのか。オフパコトツマチとか気持ち悪いことやってるよ。だからアンチコメント書くのはこんなレベルなんだって。オフパコトツマチだって。で5分で枠切ってんの。誰からもかかってこなかったんだろうね。閲覧もゼロだったんだろうね。はいはい、どうもこんばんは。オフパコトツマチだって。キンモ見た。こいつ田村ってやつさ、いるじゃん。うちでさ、なんかやたらなんとかかんとかとか言ってるじゃん。こいつ田村ってやつ。オフパコトツマチだって。金も5分で切ってんの。わかる？病気でしょこんなの。田村ってやつ。オフパコトツマチだって。バカじゃないの？金も。どうしようもないよね。いや、キンモいでしょ。半端じゃん、キンモ。こんなやつらにマウンティングされてんだよ。いやいや、だから、ルサンチマンなんだって、コンプレックスの塊なんだよ。知らない。会ったこともないもん。アイワドツ。真剣にやってんじゃないの、うん、いやだから結局女にモテて稼げる俺らが羨ましいんでしょ多分。もうコンプレックスに火がつくんでしょ多分。でもそいつがダメなのは俺らの問題じゃないよね、間違いなく言えるのが。っていうかその思考だからモテないんだよ。そういう考え方だから女に相手にされないっていう、金持ちにもなれないっていうの分かんねえんだよ多分。ゆうさんハートありがとう。点でダメだよ本当に。俺本当に言うけど、これマジの話よ。これね、おべっか使ってるわけでも本当になんでもなくて、アイテム投げる人で性格の悪い人見たことないの。アイテム投げる人で不幸せそうな人見たことないのよ。これマジなんだよ、これ本当に。でアイテム投げてる人幸せでしょみんな、楽しんでるでしょ、で成功してるでしょ。これねマジだかんね、もう何百人と会ってきた俺だから言えんだよ。もうねアンチとも会ってきたんだけど、まあ病気なんだよもう本当に。底抜けの
で、病気は病気でもね、病気で性格が悪いんだよ。もう死ななきゃ治らないんだよ。本当に。いや、それそうだよ。人に物を与えようとか、人の幸せ願う人なんだから。いや、これマジだよ。無課金のやつびっくりするもん、本当に。アンチとか。これ大丈夫かっていう。本当。いや、ネットなかったら犯罪やって、本当にね、なんかね、本当にやばいから。あいつら。いやー、真理だよ。だから、アイテム投げるやつはバカっていう表現するじゃん、アンチが。こんなところで金使うやつバカだよって、お前がバカだよっていう。人様にね、例えばお店に行って大人が1時間1000円も払わなかったら、まず相手にされないよ。どこの社会でもバーに飲みに行って1000円も払えないやつとデートするか、お店の店員が相手にするか。で、人様からサービスを受けたり楽しもうとしてるのに、1000円も払えないやつなんか相手にされるわけないんだよ。で、普通なんだよ、1000円払うのなんか。ゲームセンターでも1000円かかるよ。ゲームやってもかかるよ。飲みに行ってもかかるよ。つまり、もう、なんつうの、見る資格ないやつなんだよ、1000円も払えないやつは。でだよ。こんなところに金払ってるやつバカ？お前さ、って。社会、世間一般では1000円払うのなんか当たり前だし、1000円も払えないやつの方が不幸に決まってるだろうって。この人たちは1000円余裕で払える人なんだよ。で、余裕で払える人がまともなの。で、その人の方が幸せになってるの。それくらい稼いでるの。そんなこともわからないお前はバカなのっていう。頭おかしいよ、本当に。嫉妬っていうのもね、頭おかしいんだよ。もう貧乏な自分の思考に取り憑かれてるんだよ。本当に。1時間1000円払えないんだったらアホだよ。はっきり言って。働いてねえ証拠なんだよ、そんなの。腹立つ。俺言ってること間違ってる。普通の感覚で言ってるけど、俺。はい、ブロックでーす。ありがとう。花火ありがとう。いや、俺はいいバカだったらいいよ。花火投げてくれるバカなら大歓迎だよ。ありがとうございます。殺意湧くやな、本当に。はい、お前もブロック。おめでとう。そう、投げないように、投げないように、もう人の足を引っ張ろう引っ張ろうですよ。人の足を引っ張ろう引っ張ろうって必死なの。そうしないとやってられないの、この人たちは。もう病気よ、病気。もう病気。
あ、ノー入ってる入ってる入ってるよ。ついくそ腹立つな。これさ、これはダメでしょ、みどりさん。これはダメでしょ。ロバってこんなずるいわ。この人ずるいよ。こんな落選しねえかな、マジで。ロバってるじゃん。これ腹立つわ、マジで。これはずるいよね。もうさ、みんなネタにしまくってるんだって。こんな、いや、なんかね、腹立つよね。裏切り者でしょ、ほんと、これ。これさ、しかもさ、狙ってやってるじゃん、もう。汚ねえよ、この人。この人、汚ねえわ、マジで。笑いにどんだけ貪欲なんだよ。腹立つわ、マジで。ずるいよね。こんなさ、こんな汚ねえ笑いの取り方あるかよ。ああ。わーだよ、もう。わーだよ。汚ねえよ、マジで。普通に捨てたかんね、暗黒ルール。暗黒ルール、しがみついてた暗黒ルール、ついに自分からもう、ぶん投げたかんね。汚ねえよ、こいつ、ほんとに。腹立つわ。許せねえよ。あ、みどりさん、あ、もうゴロリさん手に入れてるね。いや、このビラは欲しいな。このビラは欲しいわ。いや、もうやるでしょ、ふわっちも。落選したらやると思うよ。汚ねえんだよ。どんだけ笑いに貪欲なんだよ。いや、俺もビラ欲しいな。選挙に出てるね、もう選挙に出てるんだけど、ついに普通にマスク取りやがった、普通にマスク脱いだ。マスクつけたままやれよって思わない？女性を性のはけ口として扱い、子供ができたら捨てる、あったまろんつって、元 AV 男優横山みどりつって、ここいいね、あったまろんがいいね。ここパンチ効いてるよね、ここすごいな、ありがとう。風船ありがとう。
マスクは NG 出たの？え、なんか OK だったんじゃなかったっけ？なんかプロレスラーかなんかやってなかったっけな。頭の方がいいね。ねえ、グレートサスケ被ってたよね。汚ねえ野郎だよ、まず。いや、俺は年取ったみどりさん知ってたからね。はあ、腹痛い。立川駅前でチラシ配られるんだ。これ手に入れないとダメだよね。これはさ、ちょっと6日から本日から6日までか。これ手に入れないとダメだよね。え、公人ってさ、写していいんだっけ？これ立川駅のんちゃんと行こう。立川駅絶対行かないとダメだわ。絶対行こう。これは行こう。これは行こう。このだってビラ欲しいもん。このビラを手に入れなかったら配信者じゃないでしょ。違う？これは行かなきゃ。横山みどり男だよ。これビラ手に入れねえとな。くっそ面白いな。っていうか、この人選挙に出して大丈夫なの？立花さん、なんでこんな強気に出たんだろうね。意外と受かりそうだよな。2000票ぐらいだからな。どう思う？受かるかな。これ受かってからなんか問題を起こして逮捕の流れが一番美味しい流れだと思ってんのよ。そうで、暗黒リスナーはバカじゃないからそれ分かってるの。普通だったら、あの、なんつうの、普通だったらこの時点で潰すじゃん。だけど、あの、暗黒リスナーがやっぱすごいところって分かってるんだよ。もう一致団結して、あの、当選させようとしてるじゃん。もうこの空気の読み方、もう本人はさ、一個ネタができたぐらいに思ってるんだよ多分、放送ので。飯うまって思ってるけど、まあ暗黒リスナーは頭いいから、そう、受からせた方が美味しいって分かってんだよね。うん、いや、だからアンチもリスナーもここは手を組んで受からせる流れなんだよ。本人が嫌がること嫌がることやってくから。で、受かってから、その、なんつうの、叩き落とすっていうスタイルじゃん。すげえよな、天才だよな。いや、そういうなんかリスナーの頭の良さ羨ましいもん。うん、そこの住人は何？何？あ、たまったもんじゃないか。そこの住人はだから被害に遭ってるだけだよ、ただ単に。そう、立川市民がただおもちゃにされてるだけだから。うん、票入れたいでしょ。いや、立川市民の方はぜひよろしくお願いしますよ。我らが久保田学。うん、うん、はい、お疲れ。今日行けばよかったな、立川選挙応援。行きてえな。え、これさ、みんなで行かない？え、これカメラ回していいんだよね。選挙応援って公人なんだっけ？選挙応援ってカメラ回したらダメなんだっけ？どうなんだっけ？いや、ビラクソ笑うでしょ。俺ビラ手に入れ、行きたいんだよね。うん。ね、本当だよね。元 AV 男優で通ったら初当選だよ。スピーチもやってるのかな？っていうか、やってなかったら政治家としてダメじゃない？どうなんだろう。
応援に行きたいんだけど俺。今日やってた配信暗黒もう何回見ても笑うもんな。何回見ても面白いもんな、うん、野田総理公人移しまくってるけど市議会議員クラスでどうなんだろう。どうなんだろう。いやーこれは面白い。これは部屋に貼りたい。これは広めたいな。何回見ても笑うもんな。NHK の党だよ。 NHK から国民を守る党だよ。立花さんのところ。ゴロリ腹立つな。ゴロリやっぱこういうのフットワーク軽いよね。久保田学ぶ、うん、NHK 被害からお守りしますって、うん、久保田立花さんのところ。 NHK から国民を守る党、多分ね2000票あれば受かる。2000票。だからマジで立川のリスナーさんがいたら1票入れるだけで相当インパクトあるし、できれば家族ぐるみで入れてほしいね。もう 5票入るだけで奇跡が起こるから。本当に1800票もないと思うんだよね、ボーダー。新宿で2000票だから多分立川もっとゆるゆるのはずなの。演説をネット配信するのダメだった気がするけど、どっかで解禁された。多分ね、3年ぐらい前か2年ぐらい前だったと思うんだよね。ネット市民がやる分にはいいんじゃなかったっけな。どうなんだろう。俺は見たいな。普通に見たいけどな。いや勝つだよね。何人もウェブサイトを利用する方法により選挙運動を行うことができるようになります。なんだけど一般市民が公人を移した時の肖像権について知りたいの。要は俺が緑さんを盗撮したい。わかる。俺が緑さんのビラ配ってるところをずっと撮りたいんだよね。わかる。だからそう、本人が選挙を利用することは OK になったはずなんだけど、その市民が盗撮をするのは、盗撮っていうか公人を取るのはどうなのかっていう問題。もう街宣車乗って演説はしてるよ。見る？あ、今キャプレないんだよね、うん、そう、もうやってるんだよ。
やばい、もうみどりさん切ろ画面から、無理だわ、笑いが込み上げてくる、本当に無理こんなの。立川の駅前でやってる、3日間やるって言ってたよ。だから明日行こうかな、今日明日明後日でしょ、これチャンスこれチャンスで、ビラだけでもグッズとして手に入れないとダメでしょ、絶対に手に入れないといけないアイテムだよね。面白いわ。やっぱすき焼き食いてえな。すき焼き丼がうますぎたんだよな。すき焼き丼、何あのうまさ。すき焼き丼食いてえな。しかもなんかあれだってよ、結構男官職興味津々だったらしいよ。いや弁当、なんかスーパーの弁当で、すき焼き弁当なんだけど、なんていうの、甘辛い、なんていうの、ご飯の上に牛肉と、もう牛丼なんだよ。めちゃめちゃうまくて、作ろう、スーパー行こう、スーパー行ってすき焼き丼作ろう。めちゃめちゃうまかったよ。声優じゃん、マルエツプチ、マルエツ。今日はのんちゃんとプライベートゆっくり過ごそう、うん、いやしかも一体昼なんですでしょ、ドマッピルマのゴールデン番組で取り上げられたんでしょ、昼なんですだよ、昼なんです、笑うでしょ。有名人ばっかりだな俺の周り配信やっててよかった。やっちゃ実刑じゃなくて俺は示談だと思う。マレーツのすき焼き弁当うまいよね、やばいうまかった。スカパーの番組どうなんだろうね、うん、どうなるんだろう、全然想像もつかないわ。どうなんだろう、いくら、いやいや5、600円の普通の弁当だったよ。なんか別にそんな高い弁当とかない、いや5、600円だよね多分。なんか普通のランチタイムに売ってる、なんか高級弁当ではなかったよ、高かったのかな。いや普通の5、600円の弁当、うん、うまかった、俺は好き、うん、もう濃いタレをうっすらもうビチャビチャに肉にやって、ご飯に乗っけてるから、ご飯の方にはベチャベチャになってないの。500円ぐらいだよね、うまいよねあれで。豆腐2つと、豆腐2つがご飯の方に乗ってて、肉がビッて牛丼みたいに敷き詰められてて、でサイドになんか椎茸とかなんかすき焼きっぽいものを乗ってんだけど、あれ牛丼、甘辛い牛丼だよ、めちゃくちゃうまい。でも自分で作りたい、あれは自分で作ってみたいね。みんな絶賛してるわ何このマルエツプチで売ってる牛丼のなんか何このシンパシー全然作れると思うよ、全然。っていうか家、いやだからすき焼きを卵とか鍋で作るんじゃなくて、すき焼き作って乗せるだけご飯に。
でもちょっと味濃いめなんだよね。何このシンパシー。うまかったな。いや、わかんないよ、日本全国で売ってるかどうか。ね、旦那さんに作ってもらえなよ。っていうか、すき焼きを最初に考えたやつ天才だよな。ありえねえぐらいうまいもん。すき焼きどうやって考えたんだ。あれだから日本人が肉食う文化じゃなかったからああやって始めたらしいよね。天才だよね。砂糖みりん醤油で牛肉と煮込む以上。フグを2番目に食べた人？え？どういうこと？そこ1番じゃないの？なんであえて、いや俺この例えをする人って、ちょっと待って、俺この例えね何回も聞いてきたの。32年間生まれてきて、俺が知ってるパターンはフグを最初に食べた人ってすごいよね、だけど俺今日すごいことが起こってて、俺の中でフグを2番目に食べた人の度胸はやばくないっていう、どういうこと。1番目はやばいは何回も聞いたことあったんだけど、2番目に、なんであえて2番目なの。匿名さんの感性に俺結構驚いてて、あ、そういうこと。あ、1回目に、あ、そういうことか。あ、じゃあ、あれじゃん。匿名さんが言ってる方が正しいんじゃん。確かに言われてみたら。毒が、いや、ちょっと待って。2番目に食べた人は毒分かってなかったでしょ。多分。え？いや、だから2番目に食べた人が死ぬの分かってたら食べないわけだから。ごめんね。アスペ発動してると思うんだけど、一番目に目の前で食べてて死んだら食べないでしょ。もうなんかめんどくさい感じになってきたな。めんどくさくなってきたな。確かに、でもその言い方だと2番目に食べた人の度胸やばないが正しい使い方だ。確かに。一番目に食べた人より2番目に食べた人。確かにな。確かにそうだね。2番目の方が一番リスク取ってるわけだもんな。あ、確かに。言われてみたら。うん。でも確かに2番目の方がすごいね。うん。2番目の方がすごかったんだ。うん。死ねないって言いながら食べたかもしんないよね。自殺願望があって、これなら死ねるってなって、食べながら死ねない死ねないって言って、で急に腹渡いった瞬間ってこうなって、3番目の人あれって、あいつしばらく、1番目の人はすぐ死んだのに2番目はなかなか死ななかったぞってなったから、3番目あたりからあれみたいね、3番目あたりが気づくんだろうね。うん、何番目がい、そう、そういうこと、そういうこと。うん、面白いね。でも俺どの食べ物もそうだと思うけど、牛肉を最初の方に食ったやつもやばいやつだし、なんだろう、結構食い物って意外と食い慣れてるからあれだけど、最初にやっぱ食べたやつってすごい腹減ってたんだろうなと思わない？何でもそうだけど。
こんにゃくの発明ってめっちゃやばいの。なんで？あ、うん？こんにゃくだっけ？うん？なんだっけ？毒あるんだっけ？こんにゃくって。こんにゃくって発明なんだ。調べてみようか。こんにゃく発明。うん。なんか食い物って面白いよね。こんにゃくの発明？こんにゃくの歴史？何がどうやばいの？書いてないな。昔から食べられてますせーみたいな感じだけど。ありがとう初見さん。初見さんなのにいい人だね。花火ありがとう。もうみんな見習って、全世界の初見見習って。本当にこの人が今まで出会った中で一番いい初見かもしれないわ。初見で花火投げるんだよ。多分今までもう3年半やってるけど、こんなに人格者だね。こんな人格があふれるねえ初見さん見たことないよ。本当に石灰入れるんだ。おお、チョコレートなんて果実を焦がして何かしらにしていろんなことにして作る発明者をやばないってことでわどつ。あー、チョコレートはでもカカオの香りがいいからな。あー、投げる枠がなかった。いや、あのね、この人いい人。ケンタさん、ケンタさんはここの枠に居ついてほしいね。投げる枠がなかったので投げに来ましたっていうのは、俺に投げる価値があるっていうことをこう伝えてるわけだから。いや、もうなスマートに投げなくていいの。もうさらっと投げる。毎回投げる。投げ続ける。俺は受け取り続けるから。なんだろう、食い物は面白いよな。まともな方が来たね。まともというか、これは人格者でしょ。出会ってしまったよ、ついに。猫に豆食わせてうんこ熱湯で抽出する。あ、コピルワックのこと。コピルワックは飲んでみたいんだよね。で、実はね、毎年コーヒー屋さんに行って、コピルワックくださいって言うんだけど、取り扱えないらしい。激レアすぎて。コピルワックの問い合わせは毎回来るし、すぐなくなるんだって。もう予約してないと無理ですって言われた。一杯のコーヒー5000円するって言われてるの。ああ、そうだったんですね。まあまあ、普通にダラダラ雑談してるだけのおじさんですが。はい。サブカルとか宗教とか、なんかこう、香ばしい香りのする放送が好きな人はいつくと思いますね。哲学とか仏教とか。そもそも猫の絶滅、そう。邪行猫だったかな、コピルワックは。邪行猫だったけど、一杯5000円する伝説の本当の、まあ、簡単に言うと猫のうんちなんだけど、良質な豆しか食べないんだよ、邪行猫。コピルワックはマジで高級品だよ。どんな味するんだろう。コピルワックっていうコーヒーね。あ、邪行猫っていう、そのコーヒー豆のいいものしか食べないっていう、その、動物がいるの。これ。こいつ。こいつのうんち。だから猫のうんこなんだけど、まあこれがコピルワックなんだけど、要はお腹の中で発酵した、コーヒーのことをコピルワックっていうの。でも世界最高級のコーヒー。あとね、コピルワックともう一種類あるんだよね。もう一種類の方は飲んだことがあるんだけど、コピルワックは飲んだことないな。一回飲んでみたいけどな、コピルワック。でも偽物もあるらしいんだよね、コピルワックは。要は、なんつうの、人工的というか、偽物も出てるから気をつけないといけないって。いや、もう超有名だよ。
あの最高級コーヒー王様、コーヒー界の王様と言われてるんだよコピールワークは、うん、アマゾンで売ってるね本当かよ。大したことないのコピルワックって、本当に普通のコーヒー 100g4320 円か、うわこれで4000円かよ、もう本当にあれじゃん、本当に1杯5000円じゃん、本当に1杯5000円だね。ヤマハさん高かった？普通に飲めるっていうのは安いってこと？ 100g、5000円ぐらいだった、アマゾンですら。 100g って1回分ぐらいでしょ多分。いや高いら、高いよコピルワック。ブラックアイボリーが最高級品だと思う。ゾウの方、ああそんなのもあんだ。え、でもゾウは他のも食べない。あ、ゾウもあるの、ブラックアイボリー。ちょっと検索するわ、ブラックアイボリー、ブラックアイボリーブラック、あ、高いね、ブラックアイボリーの方が高いね。あ、桁違いだわ、桁違いだわ。1万3000円でいくら。でもゾウ、ゾウはさ草とか他のもん食べないのかな。ブラックアイボリー高い、いくら、何グラムこれあ、コピルワックより高いのあるんだ、知んなかったな。やっぱ 100g で1万3000円ぐらい、 80g って書いてある、うん、あーそうなんだ。あー、え、普通のコーヒーなの。え、でもどうなんだろうな、うんこだかんな消化不良で出てきたうんこだかんな、これよくよく考えたら、うん、フォアグラ俺ね一回リスナーさんにご馳走になったことある、うまかった、うまかったけど、うーん、正直言っていい、うまかったよ、いい経験になったよ。で本当にうまかったんだけど、あのね値段と釣り合わないよ。あの500円で牛丼食べられる、500円でマック食べられるのと、2万円でコースでとか2万円3万円のフォアグラ食べるわけじゃん。いやコーヒーもそうだよ、ワインもそうでしょ。じゃあ100万円の味ってなんだよってならない。うまさで言ったら10倍超えるどころか2倍にすらならないと思うの。だけど経験したいよね、やっぱコピルワックもフォアグラも。だいろんな高級店連れてってもらったけどうまいよ。だけど自腹で出すかっつったらさ、わかる？それこそ丸越のすき焼き弁当の方が、いやそれは安いものだけど、なんて言えばいいんだろうな、難しいよな食い物はな。少し高級になんだ、ありがとうありがとうマリンさん。そう 100% 天然のやつが最高級っていう認識だった俺の中では。うんこ臭とかは別にないんだ、ただのコーヒーって感じだ。まあまあそうだよな、そう人生一回知っておくっていう、フォアグラっつっても脂肪肝だからな、ただのブクブクに太らせた肝臓の、まあ油の塊だからうまいよそりゃ、うまいよ。だけど俺恥ずかしかったのが、うまいうまいって食べたのがブロッコリーだったんだよ確か。あれ超恥ずかしかったな、
いやうまいっすうまいっすって言って、え、フォアグラってこんな味なんだへーとか言って10分ぐらい経過して、フォアグラ美味しいっすねって店員さんに言ったら、いやまだですって、それブロッコリーですって言われて、ブロッコリーって言ってもう大爆笑されたんだもん。え、ブロッコリーだったらアスパラガスかなんかだったのかな。うん、あ、トトいらっしゃい。うん、そう、いや、ブロッコリーだかアスパラガスだか野菜、もう肉ですらなかったみたいな、もう大爆笑してたよリスナー。これだから和道はみたいな、こいつほんとうんちくばっかりでほんとこういうの恥ずかしいみたいな、何だったか忘れたけど、なんかな、ニコ生で大爆笑してたよ。何と間違えたんだっけ、もうありえない間違い方、あ違う、キノコかなんかだっけなもうね、とにかくありえない間違い方したの。似てたとかじゃなくて、フォアグラがどんな感じで出てくるか分かんなかったから、なんか前菜かなんかが出てきたのが俺フォアグラだと思って、そもそもコース料理もよく把握してなかったから、出てきたのがフォアグラだと思って、すげえうまいすげえうまいって食べたら、全然白いアスパラかなんかだったのかな、忘れたけど、はっずーと思って、個室でよかったと思ったもん。はい、こんばんは。香りが深いんだ。あとだから2万円する焼き鳥屋さんとかも連れてってもらったよ。いや店員の反応は、いやもう失笑でしょ。いやだから俺もだから、クレソンのくだりとかよくやるんだよ。クレソンだよ、うまいよ、これだよっつったら、吹きの塔ですって言われたからね、おばちゃんに。うん、あーすいませんみたいな、吹きの塔ですっつって、いやー食い物系は恥ずかしいよな、育ちが出るし教養が出るから、うん、やっぱ子どもの頃に連れていかないとダメだよな。別に贅沢はさせるとかじゃなくて、勉強はさせておかないと、恥をかくよやっぱり、恥を。フレンチのテーブルマナーっていうわけじゃないけど、うん、でもさ、エリザベス女王のくだりがすごい好きで、エリザベス女王がどっかのアフリカかどっかの国王を招いたかなんかのエピソードで、あのライスボール、あのライスボールってあるじゃん、あ、手を洗う水があるんだけど、水を入れる銀の食器みたいなのがあって、手を洗うやつがあるんだけど、あれをその招いた国王様が飲んだので、周りがざわついた時に、エリザベス女王は何やったかっていうと、俺すげえかっこいいと思うんだけど、何も言わずに飲んだのすげえ気遣いじゃない。ライスボール飲んでざわってなったところで、エリザベス女王が微動だにせず普通に会話を続けて飲んだの。これって最高にかっこいいエピソードだと思ってて、フィンガーボールだ、ごめんごめん、フィンガーボールだわ、ごめんごめん、また恥かいたわ。うん、漢字が書けないから本当恥ずかしい。うん、僕はこの前あの打ち合わせ、それこそ男官塾の打ち合わせの時に、話題っていうのを書こうとしたら、和も題も書けなかったの。話題になるの話題が書けなくて、あれあれってなって、ミーティング中にペンください、紙くださいって言って、話題が書けなくて、なんで俺ペン頼んだんだみたいになって、なんかやっぱざわってってなったよねじゃあこうでこうでこうで、ああ言葉じゃ説明できないんで紙くださいって言って、話題の書き始めでもう書けないっていう。そしたら隣にいた人が、うーん多分ですよ、多分ですけどこうですよねって言って、あの僕も覚えてないなっていうフォローが入った時、優しいって思ったやさたんって思ったね俺は。うん、
エリザベスって思った。俺ね、ほんと小学生ぐらいの漢字も書けないからさ。あ、いやいやいや、やっぱそういうのはあるんでしょ、うん、相手に恥をかかせない気配りができる人って素敵ですよね。素敵だよね。スマートにやるっていうのがかっこいいよね、うん、傷つけないっていうのがやっぱマナーの根幹じゃん。ルールを守ることじゃなくて、相手が不快にならないがマナーの始まりだから、そこはもうすごい素敵やん。エピソードだよね。素敵、素敵エピソード募集してますよ僕は。いつ何時でも素敵な気持ちになる話あったら DM ください。紹介します。この後すき焼き食べに行くんじゃなくて、スーパーに行って食材買って作るで寝る。俺は寝ます。なんかでもあれだね、なんかくっそまずいさタコライスが出てきた時の俺の対応とエリザベス女王に開きがありすぎて泣けてくるね、うん、くっそまずくてもやっぱうまいってやれなかった俺のこの技量のなさ、心の狭さにちょっとなんか反省点だよね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。また明日、おやすみ。これ味見しましたって言った。